こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライの24レフカメラ、ローライフレックス 3.5F になりますね。ローライフレックスといえば 2.8F が、王道なわけですけれども、こちらの 3.5F もですね、軽量で扱いやすくでもって 2.8F もリーズナブルということで、人気の高いモデルになっております。はい、じゃあ外観から見ていきますね。外観はですね、うっすらと、使用感、経年感はあるんですけれども、目につくすれ当たり、へこみとかですね、金属の腐食、革の剥がれ汚れなどありませんで、おおむね綺麗な状態だと思っていただいていいですね。はい。最初に、申し上げておく、ことというとですね、今回はですね、ローライキンというですね、3.5F を、こちらのですね、35mm フィルムで、はい、使用するためのですね、アタッチメントが付属しているんですけれども、そのですね、こちらのダイヤル、カウンターですね、が、付いている状態になってますね。66のですね、ブローニーフィルムでですね、このまま使用する分には全く、問題ありませんけれども、一応その点だけご留意いただければですね、あとはですね、このトップ、この上の部分ですね、がですね、それは 3.5F のオリジナルではなくてですね、違う二眼レフのですね、ものが乾燥されていると思わしきものですね。はい。普通にですね、撮影していただく分には全く問題のない 3.5F ですので、一応その点ご留意いただけましたら、お買い得の非常にいい個体ですので、ぜひチェックしてみていただけましたらです。あとはですね、革のめくれとか剥がれとかですね、痛みという痛みはありませんので、大変綺麗ですね。はい、錆とかもないですね。レンズもですね、定期レンズ、ビューレンズともにですね、擦れ傷、ひっかき傷、コーティングの剥離、摩耗などありませんで、非常に綺麗な状態ですね。はい。中玉にも曇りカビ、バルサム切れとかないですね。次、ほこりの混入がですね、定期レンズの方にです、ビューレンズの方にですね、ちょっと見えますけれども、視野に影響は出てないですね。定期レンズは非常に綺麗ですね。はい。撮影して、画質に影響のある歌詞は全くありませんので、この点もご安心いただけましたらですね。はい。露出系もですね、非常に元気に動いてますね。こちらのピントの張り出しですね。これも動きムラなく平行にスムーズに出てますね。はい。あとはですね、使い方としてはですね、この構えて、右側のこのダイヤルですね。レンズのこのダイヤルがシャッタースピード。左側のダイヤルが絞りですね。はい。でもって、この、ここの窓からですね、光を取り入れて露出系がこう動いているわけですけれども、露出系のこの細い方の針が、露出を測ってくれている針ですね。はい。で、シャッタースピードと、絞りをですね、こう動かすと、先の丸い方の針がですね、こう動くわけなんですけれども、細い方の針に、露出系の針に、この先の丸い方の針を、こう合わせてあげることで、最適な露出を、はい、適正な露出で撮影できるという仕組みになってますね。はい。でもって、このダイヤルの動きも、いっぱいまで滑らかに動いてまして、動きムラとかですね、硬くなったりもしてないですね。はい。じゃあですね、シャッタースピードをちょっとチェックしていきますね。シャッタースピードは低速の1秒から見ていきましょう。はい。この右横のハンドルでシャッター、フィルムの送りですね。で、半分巻き戻してシャッターがチャージさせる仕組みになってますね。で、これがシャッターボタンですね。今は1分の1秒です。はい、これが低速の1分の1秒ですね。はい、しっかり刻んで、はい、開閉してますね。次が2分の1秒。はい、これも2分の1秒ですね。はい。次が4分の1秒。はい、しっかり可変して、はい、動いているのお分かりになりますね。
でもって、ローラーフレックス特有の非常に静かなシャッター音です。中速の、60分の1秒ですね。見ていきます。はい。中速もですね、こう、しっかり開閉してるの、はい、お分かりいただけますね。最後に、高速500分の1秒ですね。はい、一瞬ですけれどもですね、こう、開閉しているのをお分かりいただけると思います。はい。ということで、低速から高速までシャッターに問題はありませんね。はい。で、もって露出系もですね、こちら。おおむね目視でですね、正確な露出をですね、計測してくれていますけれども、一応ですね、非常に古い、露出系ですので、年代物の露出系ですので、カラーネガ程度でしたら、このまま、この数値に従って撮影していただいて、大丈夫なんですけれども、カラーネガじゃなくてカラーリバーサルですね、ポジフィルムなど、ラチュードの狭い露出のシビアな、フィルムをで撮影される場合はですね、単体の露出系を、お使いになっていただきます。はい。こちらのですね、はい。ウエストレベルはですね、開閉にも問題がないですね。はい。こちらのミラーも、ルーペですね、も問題なく、はい、動いてますね。はい。こちらも綺麗です。はい。スクリーンもですね、変な書き込みとか汚れとかの付着もなく、綺麗ですね。はい。ミラーも、こう、剥がれたりとかですね、劣化したりせずに、綺麗な状態キープしてます。はい。こんな感じですね。フィルムは、底面からこう入れていただきますね。はい。中身にですね、金属の腐食とか錆とか、素材の劣化もないですね。あと付属品はですね、こちらの、こちらローライのですね、純正のフィルターになりますね。こちらをお付けいたします。はい。こんな感じでお使いいただきます。はい。そして、キャップですね。はい。レンズキャップが付属いたします。はい。で、先ほどご覧いただいたですね、こちらのローライキンですね。はい。35ミリフィルムでですね、こちら撮影することができるようになっている、はい、システムになりますね。はい。こちらですね、はい、この部分にですね、もともとついていたはずのですね、部品がついてますね。で、細い方のネジをですね、こう付け替えてですね、やらなきゃいけないので、手と大変なので元に戻す、このままにしておきますけれども、できればですね、カメラ屋さんとかに付け替えてもらった方がいいかなと思いますね。で、この取り付けネジがですね、紛失しているものが非常に多いんですね。これだけちっちゃいネジですので。こちらもですね、全部しっかりとですね、こう入れて、お届けいたします。はい。こちら全部、はい、揃っておりますね。はい。はい、このように、はい、お届けいたします。で、あとはですね、こちらのローライフレックス純正のストラップと、このきちんと管理詰めの、はい、金具付きのストラップと、乾ケースですね。それとこの日本語のですね、使用説明書、こちらもお付けいたします。はい。ということで、大変豪華なセットになっていますね。今回このセットでお届けいたします。はい。ということでですね、非常にいい状態のローライフレックス 3.5F ですけれども、念のため、全体的な分解整備、清掃、調整をですね、性能学をお使いいただくために、ご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、ローライフレックスの、代表的なモデルになります。ローライフレックス 3.5F になりますね。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。